高校までのサッカーとはまた別のスタイルのサッカーを通じてやってきたんですけど、また違った良さというか本当のサッカーみたいなものを学べたっていうところは僕の人生の中でとても収穫になった4年間だと思います。池谷さんに出会って初めてちゃんとサッカーしたっていうか、すごい充実したサッカーを4年間できたかなと思います。まあ楽しい半分、いや3割、次が3割、その4割はなんでやってんだろう、やめたいな。1、2年の頃は若いリーグにあんまり関われないでいたんですけど、3年になってから結局 A で出れるようになってきて、自分でなんか考えて練習した結果が実って結局出れるようになったので、自分の中でサッカーだけじゃなくてこれから大学卒業してから一つ挫折みたいなのを乗り越えたいい経験になったのかなって思います。いやもう多大なる迷惑を皆さんにおかけしたなと。1年の頃から監督やる時に寝坊したし、公式戦寝坊したし、コロナの間も部活やめかけたし、めちゃめちゃいろんな人に迷惑かけたなっていう、高校生の時はガキばっかだったけど、大人の人ともっと関わって、ね、全然年上の人と一緒にサッカーやって、一番成熟した状態でサッカーができて、いろんな経験ができたなと思ったし、それと伴ってめちゃめちゃいろんな人に迷惑かけたなっていう、申し訳ない気持ちいっぱいです。入った頃は何も気にせずにやれば、自分のことだけやってれば、下ができてやっぱ考えることがあった。全部が、その代の4年生の責任っていう風に見られることがあったので、どうしても自分の好きなことだけやっていてはダメだし、自分自身のプレーの向上に力を入れていかなきゃいけない部分と そのチームを見るっていうところの両立が自分の中で難しかったところではあります。また個人的には部活と研究との両立に多く悩んだ1年でもありました。練習に全く出れない日も多かったり、全体での練習が終わった後個人で体を動かすという日々も多くありました。その中でも続けられてきたのは、個人的にサッカーが好きだということと、チームのメンバーとサッカーをすることが楽しいからこそ続けてきました。正直苦しい時期とか辞めたい時期とかもあったし、周りの学生とかと比べると周りの学生は遊んだり飲みに行ったりとかしてることもあって、それに比べて毎日のように部活やってる中で他の人と比べることもあったんですけど、でもサッカー部に入って高校生活に比べてより良い充実したものを経験することができたし、4年生と過ごした時がすごいたわいない会話だったりとか、サッカーやってる時もすごく楽しかったので4年間ずっと続けることができました。4年生みんな仲がいいんで、日々の部室での会話がいい思い出ですね。サッカー部に入ってなかったら会わなかった人たちと力を合わせて練習して一つの勝ちっていう目標に向かってやってこれた、本当にいい体験だったし、そう今のこの東海リーグで自分たちの代に結果残して次の代に渡したいなっていう気持ちがあります。本当に思い出すのは2年生の時の夏合宿です。本当に多くの方にご迷惑をおかけしました。また練習面に関してはそうですね、A チームに関わることはなかなかできませんでしたが、その中でも個人のサッカー感を育てるということに関しては多少なりともできたというふうに思ってます。1、2年はもう自分のことは必死でがむしゃらにサッカーやってて、で自分がこれからチームを引っ張っていく立場になるっていう時に大怪我してしまって、仲間だったり、支えてくれる人がいたから、頑張れて4年生としてチームを引っ張れるように今がむしゃらに頑張ってます。4年生のみんな、後輩もすごいいい後輩ばっかりで、
朝みんなで頑張ろうってなったら団結してやってくれましたし、まあ、溝がいない時に自分が練習組むってなっても、まあ、他の4年生もそうだし後輩も親身になってついてきてくれたりするんで、すごい、まあ、ありがたかったし、すごい楽しい大学生活だったかなとは思います。すごい仲良くもなったし、これがまたこの残りの大学生活でみんなと会うことが少なくなるって考えると、やっぱちょっと寂しいなって思いがあります。試合中もすごい声かけてもらって本当に感謝してます。私生活の面でもサッカーの面でも見習うべき点がたくさんあってすごい尊敬しています。自分のプレーがうまくいかない時なのにアドバイスをいただいて次のプレーに生かすことができました。これも感謝しています。ありがとうございました。ベンセントは3年間アンサーしたり焼き肉に連れてってもらってし楽しい思い出があります。ありがとうございました。4年生とは、まあ、長いこと一緒にやってきたんですけど、試合の時とか誰よりも走ったり声かけたりしてくれて、まあ、チームを引っ張る姿勢っていうのがすごいありがたかったです。であとチームの運営の方も率先して工夫してこの地質大サッカー部を引っ張っていってくれました。シェイシェイ。まあ、順風満帆ではなかったんですけど、まあ、自分の予想以上の成長ができたんじゃないかなと思ってます。まあ、体張ること、走ることで、まあ、フォワードで言ったら点取ること、点に絡むこと、まあ、自分が点取んなくてもチャンス作ること、まあ、必死でやることが自分のプレーだと思うので、何か一つだけ結果が出せれば自分の中でも満足できるかなと思います。力のあるチームじゃないんで、全員でどれだけ戦えるかっていうのが大事になってくるっていうのをすごい感じてて、やってきたことを本当にどれだけ下の学年に伝えられるかっていうのを意識してやってきて、試合を重ねていく上で守備だったり攻撃の面でうまくいってるっていうのがあるんで、このまま勝ち切っていい形で終わりたいなと思います。まあ、これからも4年が中心ではなくて、1、2、3年生1つになってチーム全体で戦っていければ、今回1年でも十分戦っていけるんじゃないかなと思います。あと少しのサッカー人生楽しんでサッカーしてください。終わり。はい、今年キャプテンやって、自分は、自分のやりたいことだけやって、やりたくないことを、まあ、他に任せてたんで、気持ちよく、キャプテンをやらさせて、もらいました。そういった中で自分がやりたくないことをやってくれた4年生や、マネージャー、また後輩の、人たちには、すごく、感謝しています。またそれだけじゃなくて、自分のことを信用してくれた、ついてきてくれた部員にも、感謝、しています。残り2試合となって明日は中京戦ですが、今できることを、100% 出して、今できることしかできないんで、それを最大限、出せるように、準備して明日に、臨んでほしいと思います。